ウィントフックは、ナミビアの首都。ドイツ語読みのビントフックと表記されることもある。生語ではガムズ、ヘレロ語ではアトジャムイズという。同国のほぼ中央に位置し、標高1655メートルの高地に存在する。1885年に、ドイツ帝国軍がこの地域を占領し、1892年より、ドイツ領南西アフリカの首都となった。 ナミビアの商業、工業の中心地である。市街は小さく、周囲は砂漠に囲まれており、降水量は少ない。教会や図書館、美術館などが整備され、中世ドイツ風の建物が現存し、清潔で綺麗な街並みとなっている。ショッピングモールがいくつか建っている。都市名、ウィントフックは、アフリカーンス語で、風の曲がり角を意味する。 町のシンボルのキリスト教会1976年、まだスワポの影響が及んでいない当時、の人口は約6万5千人。市内ではドイツ語の新聞が発行される、ドイツ料理店が多く見られるなど、建物以外でも植民地時代の影響が残っていた。平均に標高1657メートルの高地に位置する高原都市である。北部以外は山に囲まれる。 一つの行政区分の市の面積では、天津、イスタンブールに次いで世界第3位の広さとなっている。人口は32万2500人で、そのうち67%が黒人、16%が白人。住民の過半はバントゥ系民族であるが、同国人口のおよそ6%を占めるドイツ系住民もいる。言語は政府機関などの公式な場。 標識、ビジネス、文書などでは、公用語である英語のみが使用されるものの、実際の人々の日常会話には、アフリカンス語が、共通語としてもも広く使われている。1995年の統計によると、市民の25%は、家庭で、アフリカンス語を使用している。また、ドイツ語も広く通用する。中心街、ペンの気候区分では、 ステップ気候に属する半乾燥気候で、最高気温は6月7月が摂氏20度、9月から4月が25摂氏30度である。降水量は6から8月は、0、1から3月が月間70ミリメートルを超える。年間で360ミリメートルと非常に少ない。標高1700メートルに位置するために年間通して温暖な気候であり、 特に夏でも朝晩は涼しい。ドイツ南西アフリカの切手。消し印に、ウィンドクとある19世紀末の、ウィントフックトランスナミブ鉄道により、ウィンドフック駅から、オッカハンジャ、ゴバビスなどの国内線のほか、南アフリカとも結ばれている。ありがとうございます。